はい、今日はですね、フリーペーパーというのもやっぱりあのね、人がいれば歴史ありってことで、あの人は今、もしくはあのフリーペーパーはどこっていうことを説明しようと思います。まあ、つまりもう発刊されてないフリーペーパーなんですけど、本当にね、この発刊されなくなったフリーペーパーをどうアーカイブしていくかっていう問題はある気がするんですけども、まあ、その中で今日は、3紙紹介しようと思います。一つ目はですね、知る人は知っている、食パンダッシュです。はい、これはね、京都のね、東京の方でよく配られていたフリーペーパーで、本当に絵柄が、最初はこういう感じですね。途中から制作チームはこういう感じであって、本当になんか一世を風靡したっていうか、本当にね、パン好きだったらもうとにかくいいんじゃないかなっていうことがあるわけですよ。で、このフリーペーパーは本当になんかもう2015年に確かこれ発刊が終わって2017年にフリーペーパー化から、ウェブ化したんですけど、今2017年で大体止まってしまってウェブサイトもなくなってる形になってます。個人的にはね、なんか食パンダッシュですよね。で、こういう食パンのなんかこううん、いろんなこうものを巻き込みながらやってるフリーペーパーなかったので、ね、いやね、まあ、何があったかわからないんですけど、まあ、もしよければ、うん、職場だし、山田ちゃんの次は山田ちゃん2世とか山田ちゃん3世とか別に太郎さんでもいいんですけど、誰か引き継いでほしいなと思って今日はやってます。で、ハチもこれ置いてるんで、実はみんな結構手に取らないんですけど、非常にレアものなんで、もしよければ手に取ってください。1周目です。はい。で、二紙目がですね、馬ガールです。これね、なんか見ていて、ね、日本初の馬術フリーペーパーとか言うのね。で、これは結構この絵柄を見た時に、どなたかの絵柄がない、絵柄を思い出すんじゃないかなと思うんですけど、結構、女子大生が作ってるフリーペーパーってのは熱狂的ファンがあって、馬ガール置いてませんかって形で、結構競馬系の人が来てくれたりしたんですけど、非常にね、個性的なイラストがあったりとかします。で、あまりこう僕が言いすぎると、ね、サーチされてしまうからあれですけども、このイラストがあった時に、今ね、フリーペーパー界隈で今でも結構ブイブイがしているこの方になっていくわけですね。ってなっていた時に僕は女子大生編と社会人編って意味で、フリーペーパーというものの歴史はつながっているんだなと思ったりとかします。まあ、ここ結構内緒かもしれません。で、3つ目に紹介するのは、こちらです。渋谷のね、はい、ガールズイン渋谷っていうフリーペーパーです。これは1紙目で終わってしまったと思うんですけど、この冊子 のサイトもいいですよね。これはインスタグラムを意識していて、渋谷の、カリスマ的な女の子を取り上げているっていうフリーペーパーなんですけど、うん。とても豪華なんですよ。で、とても豪華すぎて、一紙で終わってしまったんですけど、このセンスやっぱすごいですね。なんかやっぱり、フリーペーパーっていうと、続けないといけないって中で、何かいろんなものを失っていくこともあると思うんですけど、一紙でこれをもう炸裂しているので、このフリーペーパーも一度ハッチにこっそり置いていた後、もう一号しかないんですけど、結構レアなので、もし興味がある人は手に取ってほしいかなというふうに思っています。まあそんな感じで、今日は3紙、紹介してきました。フリーペーパーっていうのは本当にね、刹那的なものがあるから、まあ、本もね絶版とかしちゃうけど、もう出会った時がね、本当に出会った時だと思って、まあ、こんな3紙もあったよってことを今日はしてほしいなと思って、あの人は言う、もしくはあのフリーペーパーは言うということを今日お話しさせていただきました。またどこかでお会いいたしましょう。さようなら。